カメラのレンズを覗き込んでいるのが生後10ヶ月のサリーちゃん。お手をしているのが同じく生後10ヶ月のリサちゃんです。共に、秋田犬の雑種である2匹は、今年10月、小樽市の住宅で別の犬2匹に餌や水を与えず虐待死させた疑いなどで逮捕され、その後、略識命令を受けた20代の女2人に育てられていました。 2匹を保護したシリベシ総合振興局によりますと、当初はかなり痩せていましたが、現在体重は20キロ近くまで増えています。2匹は劣悪な環境にいたにもかかわらず、人に対して怯える様子はなく、今では決められた場所でトイレができるようになったということです。振興局の担当者は、今年のうちに新しい飼い主を見つけてあげたいと話しています。